こんにちは、みさみだ。今日は何をするかって言ったら、てかごめんなさい、洗濯機を今ぐるぐる回しまくるよるけん、ちょっと洗濯機の音がすると思うんですけど、私のせいじゃないんで文句は洗濯機に言ってください。これですね、てか聞いて、この間さ、私ハンガンでちょっとな、韓国来てめっちゃ食べ過ぎて太り過ぎたけん、ハンガンで運動するみたいな動画撮ったやんか。でなんかおじちゃんとこういい感じにね、会話をしながらこう運動してみたいな、ファイティーンとか言っていい感じにこう運動をかましとったわけ。ほしたらさ、あの時はアドレナリンが出とって私は運動頑張りだったけど、今更になってめっちゃ筋肉痛、このワンちゃんあたりのところめっちゃ筋肉痛。そう思ったらあのおじさんすごいわ。ちょっとまだ動画見てない人見てください。あのおじちゃん80って言ったよ。80であんな声っさこっさこっさやってたのは本当すごいと思う。なんかここ痛いみたいな、なんか体調崩したみたいな、笑うたびにここめっちゃ痛めし、動くたびに痛いしみたいな。ほしたらあの時の腹筋が今効いてきよんやみたいな感じですね。今日はホンデで久しぶりにお買い物してきて、服とかお土産とかいろいろ気になるものを買ったので、今日はねちょっと紹介をしていきたいと思います。ロブン部屋がすごいんですよ。ちょっとうっせんのですけど、そこら辺にパンとか転がってるし、ちょっとエグいんやけど、購入品紹介取ってからちょっとお片付けすると思うんですけど、ホンデ久しぶりに行ったらめっちゃ楽しくて、なんかこう道でさ、変な被り物とかもおるよって。みさちゃんは目が4つあります。てか私のものも買ったんですけど、基本的に弟のものが多いですね。私ちょっと見つけ癖というか、ドラゴンっていうか弟大好きっていうか。じゃあまず弟に服とリュックを買いました。こちらですね、すごいなんかちょっといかつい感じのやつなんやけど、最近この韓国でちょっとよく見るブルドッグのブランド、私はあんまりよくわからないんですけど、いかつめですね。店内も結構いかつめだったんやけど、そこでシャツめっちゃ可愛かったよこれ。なんていうとこなん、これライフウォークっていうところなんやけど、そんなにも袋いらんねんけど、これてか今の時期ね、ちょっとやっぱ夏もなんかね、最長期というか今一番盛り上がりの時期やけん、さ、半袖とかも結構割引になっとったりしとって、こんな感じのシャツ可愛くない？可愛いよね。もうなんかシンプルみたいな感じの服ですね。私が着てほしい服を普通に買いました。12,900、これ12,900もした。そこまあいい感じの、こんな感じのシンプルな感じのやつで、後ろになんかワンちゃんがおるよみたいな。ブルドッグなんかな、分からん。ブルドッグかな色可愛いなと思って、何でも合うなと思って買いました。でここのリュックがめっちゃ可愛くて、なんかちょうど弟がリュックがキンパに噛まれとって、リュック欲しいみたいに言ってけんね。これもねブルドッグおったんやけど、これが 15,900 円。まあまあするね。じゃん、可愛くない？見る？特にヨロブック、ヨロブックじゃない、ヨロブーンとブルドックが混ざったんやけど、結構入るんよこれ。可愛くない？え、可愛いやん。え、てかこれ普通に私が欲しいんやけど、パソコンとかさ持って移動するときとかに可愛いやん。これがポイントになって、なんかこのブルドックのブランドよっていうのがアピールできていいと思いました。可愛いね。すげえ、なんかポケットがいっぱいありすぎて、なんかこれ絶対なんか忘れた頃にさ、映画のチケットとかさ、なんかそういうなんていうレシートとか出てくるパターンのやつやない？私さ、バッグとか久しぶりのバッグ使おうと思って使ってラッキーとかめっちゃ出てくるんやけど。次はオリーブヤング行って、オリーブヤングが今ね安くなっとって、買いたいコスメを買いました。で、こちら、ダダン。このバッグ、昨日めっちゃ良くて、追加で買って、あとはこれ、これ違う。あとブラシも買った。私オリーブヤングのブラシのシリーズが大好きで、適当にブラシ買ったのと、次ダダン、バニラコのリップ買ったよね。バニラコとかめっちゃ久しぶりじゃない？テヨンとかがさ、なんかモデルしよって、次なんか私の大好きなミンギュさんがラモデルみたいな昔しよったんやけど、今は誰なんやろ。綺麗に開けたことないんやけど、これ。じゃじゃん。これは見た目が可愛くて買ったんやけど、ちょっとなんかマットやけどそこまでマットじゃないみたいな。ん？全然マットじゃないやん。結構赤？チェリーみたいな。夏って感じやね。あ、めっちゃいい匂いするこれ。発色良くない？塗ったらね、マットみたいな、なんていうん、綺麗なデコレーションみたいになってくれて、めっちゃ可愛いと思って、そのテスターみたいなやった時に買ったんやけど、え、これめっちゃいいわ。あ、めっちゃサラサラしてる。うん、いいねこれ。あの韓国の可愛い人の口みたいに。あ、可愛い。あ、可愛くない？ちょっと他の色も。発色めっちゃ綺麗やし、とにかくめっちゃサラサラしとる。これいいやん、バニラコ。これは RD01 番。次はこのね、さっきのパックのシリーズの水分クリームみたいなやつ買ったんやけど、エディットセラムヒューロンクリームみたいな、あんまよくわからんのやけど、開けてめっちゃびっくりした。見える？めっちゃプルプルな。でこれめっちゃ保湿されて、でも乾いて結構サラサラみたいな感じだったけん、冬とかに向けて乾燥するけんさ、このシリーズのパックがめっちゃ良かったけん、水分クリームもいいかなと思って買ってみた。アビブっていうブランドちょっとハマりそうやわ。あとね、他にもなんかビタミンが入っとる水分クリームとかあったんやけど、韓国ってなんかそれ単品っていうよりかは何でもかんでもセットにつけて売ってくるわけ。私これだけが欲しかったけん、そのビタミン系はちょっと諦めて。でもビタミンってさ、体に入れた方がいいって言うけんさ、今度なんかビタミンも買ってみようかなと思って。このマスクのシリーズの中でも、このなんて言うんだろう、草みたいな入っ
とるやつが一番私は好き。次服買った。だだん、可愛くない？これめっちゃ可愛いよね。ミッソっていうところの服なんかな。館内の放送がめっちゃ、あにゃせよミッソインミダーンみたいな感じで言って、結構なんか、え、私のこと言われるんだろうかみたいな感じのなんかところで買ったんやけど、黄色いブラウスみたいな、可愛くない？丈がねめっちゃ可愛くて、だだん、こんな感じにちょっと花柄みたいな感じで、結構ピチッと目に着る服で、なんかふわってなってるけんスタイルよく見えそう、可愛いよね。こういうブラウス一番好き。じゃん、着たらこんな感じ。え、可愛くない？めっちゃ可愛くない？このね、丈の感じとかもめっちゃいい感じで、値段はズボンが5990円で、上の服が4990円なんやけど、そこまで安いとかいうわけじゃないんやけど、生地もそれなりになんか道で売りよる服とかに比べたらいい感じやし、このズボンもなんか本での駅にそのまま入ってるみたいなショッピングモールみたいなところで買ったんやけど、こういうスラック？スラックって合ってる？めっちゃ楽かなと思って。道で売りよる服とかに比べたら、ちょっと値段はするんやけど、でもその分質が良くて、色が可愛いよね。綺麗めみたいな。めっちゃ可愛いと思って、この服結構お気に入りやわ。この黄色いバッグも同じ店で買ったんやけど、これは3990円。ちょっと良くない？黄色、なんか黄色黄色で可愛くない？で、このバッグがめっちゃ高見えみたいな、ワンチャンプラダじゃねみたいな。だから黄色可愛いよね。夏やけんさ、激しい色と明るい色着たくなるし、めっちゃ可愛いと思って。次もう服買ったんやけど、ここね、本でのめっちゃ盛り上がっとる道の下、階段降りていくみたいな、なんていうとこなんやこれ、アーミューズみたいなところの服屋さんなんやけど、ここ安いしめっめっちゃ可愛かった。てかとにかくめっちゃ安くて高見えないよね。ほんといちいちこうやって放送もしてくれてるし、ここが本当に可愛かった。びっくりした。だいたい繊維なんぼとかなんやけど、こういうなんていう、ここまでのやつ最近韓国で流行ってるやん。まあ生地ように見たらちょっと薄いかなみたいな感じやけど、でもさ、こういう生地やん、夏とかって薄いしさ、これ多分ね1200円とかそんな感じのやつだって。でそれに似たようなちょっとなんていう、薄いやつ、青のやつ、下にタンクトップとか着てワンピースとかの上に羽織って二の腕隠すみたいなやつとかにもいいなと思って、多分これが1800円とかだって。でシャツもいちいち形が可愛くて、ダラーンってなるより、ここで切ってくれてるけんさ、ハイウエストのズボンとかに合わせたら、でなんかただのシャツじゃなくて、ちょっとなんていうの、シワシワ、これめっちゃ可愛いと思って、これいろんな色あったんやけど、白が無難にいいかなと思って買いました。可愛いよね。これも1800円ぐらいだった。で次、このワンピース、黒のワンピースってちょっと間違ったらなんて言うんだろう、私は似合わんねんけど、このワンピースが確か2000円とかやったんやけど、めっちゃ可愛くて、じゃん、可愛くない？ちょっとなみなみ生地で、なんかここがちょっと V みたいになっとって、これが2000円ぐらいで、長さもね私の身長にいい感じに合う感じやったけん、うん、このワンピースにさっき買ったシャツ羽織っても可愛いし、こういうなんていう薄いやつ、これこうやってやっても可愛いし、黒黒でこうやって着ても絶対可愛いなと思って。ワンピースってマジで夏めっちゃ楽やけん、ここの店マジで可愛かった。韓国行ったら絶対行ってほしい。次、ダダン、これも本での駅とつながっとるなんかビルに入っちゃったプラネット B みたいなところで買ったんやけど、まずは弟の服です。なんか花柄の服、最近マルディの影響か知らんけど、韓国マルディっぽい服がめっちゃ増えてきよる、花柄みたいな。でこれもなんかぽいなと思って、可愛かったけん待った。私白 T 好きなんよね、弟のやけど、まあでも私が着ても普通にもっとなんか彼氏の服着とるかみたいな感じで可愛く着れるんじゃないでしょうか。3900円。まあ生地も普通にしっかりしてるし、なんて書いてあるんだろう、札幌沢田、札幌沢田さんですね。次、これは私の自分の T シャツなんやけど、色がめっちゃ可愛いなと思って、まあちょっと間違ったら、まあ汚い革みたいな色はしとんやけど、コロティー、コロティー3400円、コロティーみたいな、こんな感じのダボっとした T シャツです。次、ブラウンジュディみたいなところで青のシャツを買いました。まあでもね、これじいちゃん世代がゴルフ行く時に着るポロシャツみたいな感じはするんやけど、まあうまいこと着たらいいと思います。お値段が3590円、けど色が可愛いし、私襟がついてる服が大好きやけん、うん、な感じで買いました。次はリップなんやけど、初めて見るコスメのブランド、これなんていうとこ、イエスイエス、なんていうブランドなこれ、ようわからんねんやけど、ゲンゲン、なんかめっちゃテスターやってめっちゃ良かったけん買ってみた。入れ物も可愛いよね。さっきのバニラ粉がちょっと残っとるけん、ちょっと色はそんな分かりにくいかもしれんけど、なんか赤にもならずオレンジみたいな、可愛くない？あ、めっちゃサラサラや、塗った感じはペリペラに似とるかも。あー、いい、可愛い。え、歯全然つかんないけど、今ちょっとオーバー目に塗ってみたんやけど、色めっちゃ可愛くない？これいいね、歯に全然つかん。次ラスト、ダダン、有名なノルディですね。でもびっくりして行って、ノルディガラガラ、人全然おらんくて、
それはコロナ関係あるんか、それとももうノルディがそんなに今はそんなになんかなみたいな。店員さんもまず服のところにおらんくて、私たちが行ってやっと店員さんが仕事し始めたっていうぐらい本当に人おらんくて、前ってさノルディって日本人も多かったし韓国人も多かったし他の海外の人もめっちゃ多かったんやけど、おらなさすぎてちょっとえみたいな。今ってマルディなんかな。うるさいよ洗濯機さん、トヨンさんちっこいっすよ。でここで弟に服を買いました。これ色がめっちゃ可愛くて、なんかそこまでノルディノルディしてないんやけど、ノルディノルディしとるわ。じゃじゃーん、青い蜘蛛の巣かなみたいな。結構大きいサイズ、ダボってきとる服の方が可愛いやん。これが5500円、 L サイズグレイ。これジーパンとか着たら絶対可愛いやん。こんな感じです。シールもくれた。いやマジでノルディがガラガラすぎて私はなんかびっくりした。今回マルディも行きたかったんやけど、マルディ行けんかったけん、また次マルディ行こう。こんな感じです。はい、今日はホンデでお買い物した購入品紹介をしたんですけど、どうだったかでしょうか。一番買ってよかったのはこの最後に塗ったリップがマジで感動したけん、このシリーズね、オリーブヤングじゃなくて白かなんかシコかみたいなところのなんかコスメショップみたいなところで買ったけん、ぜひなんか買いたいよっていう人はぜひ買ってみてください。あとね、さっき紹介したワンピース買ったところの服めっちゃ可愛かったので、ぜひ皆さんも行ってみてください。以上、ミサでした。バイバーイ。